イゴロット族に属するイフガオ族の老人たちのハレギ姿カリンガ州で子供たちが踊るコルディリエラ行政地域に住む部族の分布地図。イゴロット族はフィリピンのルソン島北部のコルディレラセントラル山脈。現在はコルディリエラ行政地域として規定されている場所に住むマレー系民族の総称で、さらにボントック族などの部族に分かれている。 美しい稲の棚田を作ることでよく知られていて、かつては首狩りの風習を持つ民族であったが、スペイン、アメリカ、日本の統治を経てこの風習はもうない。イゴロットはフィリピンの語で、愛は、に関すると、ゴーロは、山の人で、山の民族を意味する。スペイン時代には、ユーガーレット、イーゴーロットとも記録されている。イゴロット族自身は外に向かっては、イフガを イップガオを使うのを好む。高知のイゴロット族は、棚田で稲作を行い、畑では、サツマイモなどを栽培して、密集した集落を形成する。定地のイゴロット族は、オカボ栽培を移動工作して、家は散在している。言語と住む場所によりさらにボントック族などの各部族に分かれているが、文化的要素は共通していて、キリスト教が入るまでは、精霊。 それを信じている。ルソン島の北部では広く使われている、イロカノ語も使われる。ボントック族は、ボントックの地コ川に沿って住んでいて、ボントックごと、イロカノ語を話す。イバロイ族は、イバロイ語を話し、ベンゲット州の南部に住み、バギオ市はそこにある。イフガオ族は、イフア語を話し、イフガオ州に住み、そこは、バナウェタ棚田でも有名である。イスナ語族は、 イスナゴ語,語と、イロカノ語を話し、アパヤオ州に住む。カリンガ族はカリンガ語と、イロカノ語を話し、カリンガ州に住む。カナカナエイ族は、カナカナエイ語を話し、ベンゲット州の北部などに住んでいる。男の、寮、女の、寮があり、女の寮で、いいよりが行われる習慣がある。イゴロット族が住み地域はかつて金を産し、スペイン寮時代は金を盛んに産出した。 イゴロット族は日本占領時期のフィリピンでは日本に反抗した歴史がある。米国出身の文学者 T.S. エリオットは1904年のセントルイス万国博覧会のフィリピン会場のイゴロット村展示を見て翌年短編、昔は王様だった男を書いている。ありがとうございます。